トイボイルマリハンニ概念は、フィンランドの作曲家、ピアニスト。実の兄弟とピアノ三重相談を結成して、室内楽奏者としても活動した。父、ペッカ・ユハニトニー、バイノモ、作曲家で、弟タウノは、チェリスト、もう一人の弟アルボは、バイオリニストという音楽家一家に育つ。1911年から1914年まで、ヘルシンキ大学に学び、 その後、イーム音楽院にて、フランツシュレーカーに作曲を、1915年から1917年まで、サンクトペテルブルクでアレクサンドル・ジロティに、1919年にパリでアルフレッド・コルトーにピアノを指示した。帰国後は、ヘルシンキー音楽院にて、ピアノ科の教員に採用され、その後ヘルシンキーシベリウス音楽院の教授に就任した。半二回年は、 フィンランドの作曲家が、高期ロマン派から印象主義へと向かう時期に作曲家として活動し、ピアノ競奏曲やピアノ五重奏曲、オペラを一つずつ残した他に、数々の印象深いピアノ曲や歌曲を手掛け、映画音楽も作曲した。1955年に、クフモイ年で、船旅の最中に溺死しており、アーテメリカントなどの同僚からは、 自殺を図ったのではないかとみなされた。ありがとうございます。